ようこそ女たちの王国へ、は、ウェン・スペンサーの長編 SF 小説。日本語訳は、赤尾秀子。ウィスラー家の長男、ジェリンは、もうすぐ16歳。この世界では、結婚的齢期で、もうすぐ婿入りする。婿入りは姉たちの夫となる人物と交換されるため、慎重に進められていた。ある日、ジェリンは盗賊に襲われていた娘を助けるが、彼女は、王女の一人。 オディーリアだった。迎えに来た王家の長子レンセラー王女とオディーリアは、生来の美貌に加えて心優しいジェリンに、一目ぼれし、ぜひ夫にと熱望する。宮廷に帰った、レンセラーは、母の女王に、ジェリンを婿にしたいと希望するが、女王は妹のトリニによる反対を聞き入れず全部のカイファーを、夫にした結果、結婚生活が破滅してしまった経緯を持つため、 今度は、姉妹全員の賛成が必要だと条件を突きつける。そこで、レンセラーは、ジェリンと、姉妹数人をまず王女救出のお礼ということで城に、招待し、妹たちに紹介する。リリアは、ジェリンを気に入り、キスするように求める。男性不信であった鳥にも、幼い妹たちをうまくあやすジェリンの扱いから、警戒心を解き、惹かれるようになる。また、 随行していたエルデスとは、王女のいとこの彼を気に入り、婿にすることに決める。やがて、レンの儀式時に狙われたジェリンは、拉致されてしまうが、ウィスラー家の長子と知らぬおかげで無事に助けられ、ジェリンは王女たちと結婚式を挙げるのだった。架空の国が舞台で、極端に男性が少ない、この世界では、当然ながら女王が統治し、軍隊や農家なども、女系中心の世界となっている。 一方、数の少ない男性は貴重で財産の一部とされている。人さらいに高値で売れるため、誘拐や強姦などの脅威にさらされている。また、売春宿には多くの男性がいる。売春宿や国には性病が流行しており、物語にはそれが一つのキーとなっている。男性同士では会うことほとんどなく家事や育児を行う。例外は祭りの日で、 この日のみ男性同士で会話することがある。結婚は家同士の兄弟を交換するか、もしくは男を購入して姉妹で夫を共有する一夫多妻制が一般的な方法とされている。時代背景としては銃や性病検査などは存在するが、馬での移動が主である。ジェリンの祖母は戦争が始まると密定として雇われた後に騎士となり、土地を賜って引退した。 その時の戦争で敵の国の王子を拉致して、夫にしたため、一族の血統は良い。また、二世代で七人の男子がいるという、親や祖父しか男性と会わない人間もいる。この世界にしては、かなりの男子出産率の高さの家系である。農家であるが、軍人の訓練をしている。地元の有力農家で、ゼリンの入り婿候補の一つ。姉妹たちは醜く、気性が激しく、ゼリンは、 ブリンドン家の婿になりたくなかった。男女逆転の世界観の設定が斬新だと好評を得ている一方、なぜ男子の出生率が低いのか、説明がないと批判されている。ようこそ女たちの王国へ、赤尾秀子、ようこそ女たちの王国へ 460p、ありがとうございます。